Zip FM Nagoya City I love Nagoya。 ここからは名古屋シティ、 I love 名古屋。 私も大好き、 Love 名古屋のここ、 名古屋市のいろんな情報をお届けしていきます。 まずは環境保全省エネルギー設備資金融資制度のお知らせです。環境保全省エネルギー設備資金融資制度は、市内の中小企業者が環境保全対策をするために必要な資金を名古屋市が長期かつ低金利で融資する制度で、支払った利子について名古屋市から補助を受けることができます。省エネのための効率のいい空調設備への入れ替えや LED 照明への付け替えをはじめ、太陽光発電設備の設置、ハイブリッド自動車や電気自動車といった低光会社の購入、公害防止のための設備導入、工場の移転、緑化など幅広い環境保全対策が対象です。対策の内容によって補助の割合は異なりますが、全額または半額の補助が受けられます。手続きの流れや取扱金融機関、申請に必要な書類など、詳しくは環境局大気環境対策課、電話 052-972-2674、052-972-2674 までお問い合わせください。 Next。 続いて国道23号通行ルールに関するお願いです。今名古屋市内の国道23号をご通行中の大型車ドライバーの皆さん、歩道側の車線を走っている方は中央寄り車線へ車線変更をお願いします。名古屋市内の国道23号は他の道路に比べて大気汚染物質の濃度が高くなっているため、大型車は中央寄り車線の走行にご協力いただく国道23号通行ルールがあります。これは排気量の多い大型車に歩道から遠い中央寄り車線を走行していただくことで、沿道の住宅に届く排出ガスや騒音を少なくするためのルールです。小型乗用車などを運転されている方は、環境レーンと表示された外側車線を走行していただくようご協力をお願いします。なお、道路交通法により夜間の国道23号一部区間では、大型貨物自動車などは最も中央寄りの走行が義務付けられています。車を運転するときは心と車間にゆとりを持って、ふんわりアクセルでエコドライブにチャレンジしましょう。国道23号通行ルールに加えて、環境に優しい運転にご理解ご協力をお願いします。詳しくは環境局大気環境対策課、電話 052-972-2682、 052-972-2682 までお問い合わせください。名古屋シティ I love 名古屋。名古屋シティインフォメーション。ではここで公益財団法人名古屋市中小企業共済会から、市内の中小企業で働く従業員のための退職金共済制度と福利厚生制度に関するお知らせです。退職金共済制度とは、従業員の退職金を月額1000円から3万円の範囲で事業主に積み立てていただき、退職の際利息を足した退職金を共済会から従業員に直接お支払いする制度です。一方、福利厚生制度は従業員1人当たり月額800円の会費で、結婚祝い金、出産祝い金といった9種類の経常給付金をはじめ、映画、レジャー施設の割引、人間ドックやインフルエンザ予防接種の補助など多彩なメニューをご利用いただける制度です。退職金の積立金および福利厚生の会費は、どちらも損金または必要経費として計上できます。この制度へ加入できるのは、市内に事業所を持つ中小企業で、退職金共済制度と福利厚生制度どちらか一方のみのご加入も可能です。詳しくは名古屋市中小企業共済会のウェブサイトをご覧いただくか、電話 052-735-2131、 052-735-2131 までお問い合わせください。さて、今日ご紹介したお知らせに関しては、このコーナー名古屋シティアイラブ名古屋のブログサイトにもリンクが貼ってあります。 YouTube にもアップしていますので、ぜひチェックしてください。名古屋シティアイラブ名古屋、今週金曜日もお楽しみに。